サブちゃんのお時間です。はーい、ちょっと勉強、あのですね、この前サブちゃんで要望があったデニム紹介みたいな今作ってるんですけど、なんていうんですか、こういう風なちょっとかっこいい B ロールの部分があるんですけど、こういう動画をね、うちのマネージャーくんがね、先月の買ってよかったって動画で多分見ていただくと分かると思うんですけど、今まで作ったことないんですよ。大体僕があのこの前のプラス J のやつとかも作るんですけど、ちょっと挑戦中なので今それを見てあげてるんですけど、はい、どうでしょう。聞こえなかったんですけど、こっちに言ってました。2個3つ5個あって、5個中3つ僕作ったんですよ。僕が作ったのはこれです。はい、違いがわかる？違いはそうですね、やっぱ僕らちょっと平坦というか、クリップを見た段階でちょっとわかりますね。なんかね、のっぺりしてんだよね。そうですね、見やすくていいけどね。さっきちょっと教えてもらったんですけど、めちゃくちゃ難しかったです。はい、ということで今日のコーディネートコーナー、はい、暴れるんじゃないよ。マネージャーが裏でバタバタ暴れてました、ね、顔バレだけは上から。今日のコーディネートなんですけど、はい、まずはですね、ハイボール、銀色と金色、黄色のやつ開けまして、お疲れ様です。嬉しいですね。はい、今年初ダウンデビューしました。ガチガチのダウンは確かに今年初ですね。はい、なんだろう、コーディネートとか紹介だと着てるんですけど、プライベートだとまだリサイクルダウンくらいしかね、着る寒さじゃなかったんですけど、今日はなんか着てみました。ヌプシ、これいいっすよ、本当に。今年のヌプシですか？今年のヌプシです。なんか大人の男性に渋く着てほしい一着でございます。はい、はい、っていう感じと中がね、グッドオンのヘンリーネック、多分今週動画出すんで、もしよかったら見てください。昨日のサブチャンでヘンリーネック着てたんだっけ？そうですね、ユニクロのヘンリーネック、ユニクロのやつ着てて売り切れて買えないって人いたんですけど、これまだ売ってると思うんで、うん、今週の動画をお楽しみに。とあとがこちらですね、 WRL のデニムカーゴパンツとダナーっていう感じのコーディネートがございます。なんかありますか？色合いがいいですね、なんか全体的に淡いというか素敵です。素敵な動画を作りましょう。はい、よろしくお願いします。まあ努力です。そうですね、はい、なんかありますか？ヘンリーネックの
中にインナー着られてますか？着てません。今日のハイボールの味は？今日は、まあ一見普通なんですけど、まあ普通です。ありがとうございました。ありがとうございました。